今回の動画は卓上扇風機になる、アルベルの空調服、まあ、薄くてお手入れも簡単ということで、まあ、長袖と半袖の比較もご紹介したいと思います。はい、まずですね、空調服、まあ、初めての人にですね、おすすめのタイプはやっぱりね、ベストタイプです。まあ、理由はですね、まずあの空調服をオンにした時の、まあ、膨らみが少ないですね。それだとあの折りたたんで蛍光しやすいっていう部分ですね。まあ、そういう意味で初めての方はこのベストタイプをおすすめします。はい、長袖タイプもですね、一応買ってみました。まあ、アルペンさんがやってる、ティゴーラのですね、まあ、Mファンジャケットです。まあ、今僕が着てるやつなんですけどね。やっぱりね、アルペンさんデザインうまい。あの空調服にありがちなのが、まあ、いろいろ装飾とかね、文字とかいっぱいついてるんですけど、まあ、あまり装飾のつかないステッチも少ないシンプルデザイン、ね、かっこいいでしょ。M1 ジャケットのいいところですね、まずあの生地がこう薄くて軽いです。で、長袖なのにあの折りたたむとですね、すごくコンパクトになって、まあ、ベストタイプとね同じぐらいの大きさになります。もう一つが吸い肉容量の T シャツ、まあ、速乾ウェアなんかを、まあ、着て川遊びとかですね、まあ、運動とか行くことあると思うんですけど、その上からこの空調服を着ると、まあ、速乾ウェアの上にさらに一瞬で乾きます。もう川遊びとか行くときは、まあ、必須ですね。M バージャケット、もっといいところですね、首の後ろにですね、フックでパッチンボタンで留められるところがあってですね、ここを止めるともう首の後ろを空気が抜けて、まあ、非常に涼しいです。あとですね、まあ、よくあるコーティングがされている空調服なんかと違って、まあ、ネットに入れればもう洗濯機ですね、洗濯することができます。ただ、まあ、タンブラー関数はちょっと厳禁なんですけどね、まあ、その辺お気をつけください。あと意外とですね、知られてないのが空調服ってですね、別売りで、まあ、ファンとですね、バッテリーがあります。で、これがですね、実はいろんな空調服ファンの直径がほぼ同じなので、実は互換性があります。バッテリーとですね、ファンのセットのおすすめはやっぱりバートルさんです。まずね、電力が強い、まあ、イコール、まあ、風力が強いってことなんですけど、かつ最新のモデルになるとですね、もうすごい短い時間でバッテリーが充電できるようになってます。あと空調服によくありがちなですね、遮熱機能といって裏面にアルミコーティングがされているものがあるんですね。ただこちらはですね、ほとんどの製品が手荒い数字となっておりますので、やっぱりそういう意味では日々使う場合はですね、やっぱりこのコーティングがない、空調服のウェアの方がいいかなと思います。そういう意味でもやっぱりこの M ファンジャケット非常におすすめですね。今回おすすめしているこのティゴーラの M ファンジャケットなんですけども、アルペンさんのですね、オンラインショップの方で少しお安くなってます。で、ブログの方にですね、リンクを貼っているので、よかったらそちらから購入できますのでご覧になってください。今回ですね、タイトルにもちょっと表現してます、卓上扇風機になるという部分なんですけども、100均のですね、スマホ三脚、これをつけるとですね、なんと卓上扇風機になります。まあ、これがね、涼しい、ただしですね、最大の強までするとめちゃくちゃうるさいです。だから、まあ、お店の中とかね、やっぱり人が近くに行くところではそれを控えた方がいいんですけども、まあ、人が離れてるところだったら、まあ、全然涼しくて感じも使えるので、ね、まあ、よかったらお試しください。めちゃくちゃうるさいです。まあ、うちでどうやって活用してるかっていうと、まあ、キャンプの時にですね、まあ、炭火を起こす時に使ったりとかですね、あと暑くて涼んだりする時に使ってます。まあ、今回の動画ですね、参考になりましたら、まあ、空調服ちょっと試してみられて、チャンネル登録